韓国プロ野球サムスンライオンズのパクハンイが個人通算2000試合出場にあと1試合残すのみとなった。2000試合出場を達成すれば、2000試合マイナス2000安打クラブにも共に名を挙げることとなる。韓国野球委員会によると、サル10日までのパクハンイが出場した試合数は1999。残り1試合の出場でKリーグ歴代11人目の2000試合出場記録を達成する。サムスン所属としては、2009年のヤン・ジュンヒョクに続く2人目。2001年、サムスンに入団後、一度も移籍せずに18年間プレーしているパクハンに。2002年、2003年、2006年には全試合に出場し、2001年9月22日のハンファ戦から2004年6月11日の水原戦までの331試合連続出場という記録も樹立した。デビューオイシーズンの2001年から130安打という3桁安打を記録したパクハンイは2016年まで毎年3桁安打を記録、16年連続で100安打以上を達成した。これはヤン・ジュンヒョクと共に競歩最多記録である。